カール・グスタフ・カルスの肖像画、ジュリウス・フーブナー。カール・グスタフ・カルスは、ドイツロマン主義時代の医師、画家、自然哲学者である。ゲーテと同時代の人物で、友人には、アレクサンダー・フォン・フンボルト、ルートヴィヒティーク、イーダ・フォン・リュッティヒャウ、ザクセン王のヨハンがいる。思想的にはドイツ観念論の一派で、神秘主義的傾向を持つマギションイーデイリスムースの思想家としてのバーリスと共に数えられる。ザクセン宣帝公国ライプツヒに染色業者の息子に生まれた。1804年からライプツヒ大学で医学、植物学、化学、薬学を学ぶとともに絵画の授業に参加した。ライプツヒの病院で働いた後、1811年に医学の博士号を得た。1811年からライプツヒのトリアース県アンスティチュデヨ、ルクの助手として働き、チフスに感染して危うく命を取り留めた後、ドレスデンに移り、王立助産師学校の産科の教授に任じられ、産科病院の院長となった。この年ドレスデンの医学アカデミーの設立者の一人となった。絵画については1814年から1817年の間、ドレスデン美術アカデミーの風景画家、カスパー・ダーヴィト・フリードリヒについて学んだ。1827年にザクセン王、アントンの3人の侍の一人となった。1818年から科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれ、1862年から会長を務めた。医学の分野では、深層心理学について考察した先駆者であり、物理的な医療だけでなく、精神面も考慮した医療も施行し、ホリスティック医学の先駆者であると評価される。Mnemosyneケリスは、植物の学名で命名者を示す場合に、カール・グスタフ・カルスを示すのに使われる。ありがとうございます。